い、どうも、ロックメンです。ですね、僕はこの森に来ています。まあ、なぜかというとですね、最近この近所で殺人が起きています。その恐怖を貶めている殺人鬼がこの森にいるという目撃情報を、まあ、我らチームがね、極秘でゲットしたんで、情報を取材に行ってきます。結構険しい森ですね。すごいすごい森だ。どこにいるんだろうな。え、あれやばくね、あれやばやばね、あれ待って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 、やばい、すいません、友枝さんはここの地域で殺人起きてるじゃないですか。やっぱ犯人なんですか。まあそうだね、うん、まあそうだね。あ、結構軽い感じなんですね。人を殺した時どんな感じでした。超気持ちよかったよ、お前。超気持ちいい、超気持ちよかった、うん。被害者はどういう凶器で殺害したんですか。あ、これ、これ。それですか。これ、これよ、これ。それ、OL が持ってる傘じゃないですか。OL じゃねえよ、お前。分かろう、分かろう。ここで何を食べて生活してるんですか。今日の夕飯は、夕飯はこれ。ストライド。友枝さんが今悩んでることって、やっぱお金ないこともそうですけど、うん、やっぱ人を殺してしまった罪悪感に一番悩んでるんじゃないでしょうかね。悩みっていうと、いや、そんなことじゃなくて、ここほら、杉多いじゃん、杉。ね、あれなのよ。杉花粉ダメで、花粉症が、あれ、辛いの。うん。花粉症が悩み。